うるしい干渉、うるしい干渉、うるしー干渉、ゆリシアやは、西太平洋カロリン諸島東北端、ヤップ島の約 100km 東北島に位置する干賞である。うるし干渉、うるしい干渉、ユリシ鑑干渉、ゆリシー干渉とも表記される。干賞の地形は、北部がラム島からベロップ島にかけて東西に並び、南部は、 ソニグ島からビッグ島にかけて縦長に点在する40の小島からなり4.5平方キロメートルの陸地面積を持つ。干渉の東側が大きく開いており、無害水道から中央部のラグーンへの航路となる。長さ30キロメートル、幅15キロメートルの型を囲み、型を含む広さは548平方キロメートルに及び世界第四位の大きさとなる。 ウルシー干渉は、ミクロネシア連邦ヤップ州の管理下にある。各島にはそれぞれ、ファラロップ及びフェダライには、複数の州長がおり、もぐもぐ島には、ウルシー干渉全体の州長がいる。観光客のために、小さなリゾートホテルとガソリンスタンドが存在し、近年の台風により、暗礁のいくつかが破壊されたが、干渉は、現在も良いフィッシングポイント及びダイビングスポットでる。 なお、ダイビングサービスが、ファラロップ島のリゾートホテルに併設されていたが2007年4月、現在閉鎖されており、クルージングによるダイビングのみが可能である。うるしい方には、第二次世界大戦中に沈没した艦船が数隻ある。このうち日本軍の回転の攻撃により沈没した、アメリカ海軍給油艦から漏出した油による環境汚染が問題となっていたが、 アメリカ海軍が2003年2月に除去作業を行った。ウルシー干渉にいつ頃人類が到達したのかは分かっていない。やがてウルシー干渉は中央カロリン諸島の島々の例に漏れず、ヤップ島への親中関係に入るヤップ帝国。ウルシー干渉に最初に到達したヨーロッパ人はポルトガルの探検家ディエゴ・ダロー社で1526年のことであった。 第二次世界大戦時、日本軍は大戦初期に無線所と気象速攻所を建設し、うるしい方を感染の停泊地として使用した。ただ、刀内に暗礁があるため、本格的な白地とはしていなかった。1944年になると、アメリカ海軍の航空母艦によるパラオ大空襲で攻撃を受けたため、機雷布設の上放棄することに決め、9月までに、 撤収を完了した1944年9月23日、アメリカ陸軍第81不評師団から抽出された漆、上陸連隊が抵抗もなく無欠上陸を果たし、数日後には大勢の設営部隊が続いて上陸した。調査船サムナー、若田を調査し、700隻の艦艇が停泊できることを報告した。日本軍の残した機雷は除去され、 暗礁も爆破して撤去された。その数ヶ月後、沖縄戦に備えた617隻の艦艇が、ウルシー艦渉に集結した。以後、ウルシー艦渉は、アメリカ海軍を中心とした、連合国軍の重要な基地となった。ウルシー艦渉は、フィリピン、台湾、沖縄からほとんど遠距離に位置したため、部隊集結地点の役割を果たした。これに対して、日本軍はすでにことを溶かした。 トラック島に新型偵察機、細運を送り、しばしば偵察を行っている。1944年11月の第一次、原作船を皮切りに、潜水艦により、回転を輸送して、特攻を繰り返したが、給油艦、ミシシネワ撃沈など、若干の損害を与えるに留まった。なお、ミシシネワから漏出した石油による、海洋汚染が後に問題となった。また、 日本軍は1945年3月11日に本土から海軍の新型総発陸上爆撃機銀河24機によるあずさ特別攻撃隊を出撃させている銀河15機がウルシーに到達し奇襲は完全に成功したしかしながらウルシーはすでに夕闇が覆っており1機が空母ランドルフに突入したものの空襲に驚いたアメリカ軍は 10完成を実施、このため目標を視認できず、三五章を敵艦と見間違えて、としたり低空で敵を探すうちに海面に突入したものが多かった。突入を諦めた三機、隊長機イコール黒丸ナオと隊域を含むは、ヤップ島に不時期した。空母、ランドルフの被害は、損傷にとどまった。戦後の調査により、ランドルフに突入したのは攻撃隊の第二中隊長。 福田統一退役と判明した。米軍側戦死傷者は百名を超え、以後は微細なことでも在白艦隊に警報が発令され、沖縄攻略前の事前休養もままならなくなった。戦後はアメリカによる統治を経て、現在はミクロネシア連邦のヤップ州の管理下にある。人口はファラロップ、アソール、モグモグ、フェダライの四島に集中するが、このほか、 マンジェジョン島にも一家族が居住する。2007年4月現在、など、人が居住する島が存在する。総人口は2000年時点で773人であった。島の住民は労働及び、学業のために島を離れることが一般的なため、人口は1年のうちに大きく変動する。高校の卒業式といった祝祭があった、場合人口は増大する。 結婚式や葬式があった場合、人口は2倍に増えることもある。ファラロップ島には、パシフィックミッショナリー・アビエーションの運行する定期便により、空路で渡航可能であるほか、うルシー干渉に渡航するためには、ヤップ州が運航する連絡船を利用することができる。ファラロップ島の臨時滑走路は、第二次世界大戦中に建設され、アメリカ軍によって使用された。大戦中島民は、 フェダライ島に移動させられ、残りの島々は白地の艦艇や設備を支援するための基地して使用された。現在はモックモグ島及び原ロップ島に発電設備があり給電されている。括弧に至る送電線は台風による被害を防ぐため地下に埋設されている。このほか、小型の携帯型発電機を備えるともある。 地上波のテレビ放送は行われていないものの、衛星テレビジョン受像装,装置とビデオデッキや DVD プレイヤーが普及している。また、GSM 方式による携帯電話サービスが行われ、静止衛星経由で FSM テレコムの一部を形成しているが、通信状態は安定していない。このため、現在もヤップ本島との連絡は、単波帯を用いた無線電話に依存しているほか、 パシフィックミッショナリーアビエーションの通信網あるいは航空便により行われている。ヤップ州公立高校3校のうちの1校がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。